こんばんは。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。さて、仕事が終わってこれから帰るとこなんですけれども、ちょっとソニカショートショート編を撮ろうと思います。GoPro ではなくて iPhone で撮ってますね。ちょっとこんな感じなんですけども、このソニカ乗り出して3ヶ月約1万キロぐらい、1万キロ超えですかも走ってるんですけれども、なかなか時間がなくてですね、小技みたいなものを探しきれてないんですけども、今の時点で、分かっている、小技というか、そういう仕様なんだと思うんですけれども、マニュアル読まない人なので気がついてなかったんですけど、まず2点お知らせ、お伝えしたいと思います。いずれもオーディオ関係ですけれども、1つはですね、今エンジンかけてる、アイドリングしてる状態でラジオは入っていません。この状態で、走ってることが多いんですけれども、この、ディスプレイパネルの照明バックライトを消すことができるらしいです。この場合は、ラジオがオフになっている状態で、ディスプレイボタンを押すと消えます。そこのパネルが消えてどうだっていうのもあるんですけども、面積が大きいから気になる人はこれで消しちゃってくださいっていうことなんでしょうね。で、もう一度ディスプレイボタンを押すとバックライトが復帰っていう形です。バックライトを切ってる状態でラジオを入れたらどうなんでしょうね。つきますね。で、ラジオを消すとまた、画面バックライトは消えるということですね。これが一つです。バックライトのオンオフという話でした。で、もう一つはラジオの、これはどういうふうに使うかっていうのも、実例としてご紹介したいんですけれども、楽曲が鳴っていると、楽曲の著作権の問題がありますので、今あえて、トーク NHK のラジオにしています。今 NHK のラジオボリューム13にしてます。チャンネル2に、NHK が入っているんですけれども、この状態でですね、皆さんご存知のこのトラフィックインフォメーション、これに、ソニカここに登録ができるんですね。で、この NHK の594MHz 関東の、これをトラフィックインフォメーションのボタンに登録します。登録しました。登録したんですけど、今はまだチャンネル2の NHK が鳴ってるんですね。この今の現在のボリューム13のこの声のボリューム、覚えておいてください。で、これからトラフィックインフォメーションボタンに登録した NHK に切り替えます。ボリュームは触っていません。押しますね。で、それってすごく面白くて、つまりドラえもんの心ってのび太の心があるからこそ育っていくし成り立っていくってことだと。チャンネル2に戻します。ボットの中に閉じ込めた心ではなくて、これチャンネル2の NHK、トラフィックインフォメーションのボタンに登録した NHK に行きます。可能だと思います。僕いわゆる人間型ロボット、お分かりいただけたでしょうか。会話というか、ちょっとうるさいに消しますね。できたり、この感じがどうも、このトラフィックインフォメーション自体は道路交通情報って割とアナウンスの声が聞き取りにくかったりするせいでしょうか。このボタン自体がですね、その音量というよりはその聞き取りやすいようなイコライジングの設定になってるみたいなんですね。そのために同じ周波数の同じ曲をチャンネル登録、今2チャンネル入れている NHK と、それからトラフィックインフォメーションチャンネルに登録した NHK とでは全く今同じ放送が行われているんですけれども、イコライザーの処理、ボリュームは違わないと思うんですけど、ちょっと少しブーストかかったような感じの音圧音量になってきますよね。ということで、私の場合はこれを利用して、音が出ないようにちょっとボリュームちっちゃくしておきますけども、
チャンネル1にですね、810MHz AM ですけれども、AFN がここに入っています。で通常はここで聞いてるんですね。今もまあ放送はやっていると思うんですけれども、音楽かな。あ、今喋りですね。だいたいこんな感じで聞いてるんですけども、これを、トラフィックインフォメーションにも登録します。でこのボタンで聞くとこういうふうに、ちょっと聞き取りやすくボリュームが上がったように聞こえるんですね。ということでですね、私はこの機能を利用して、普段は薄くチャンネルに登録している、AFN を流しています。場合によっては消したりするんですけれども、で、ちょっとこの曲聞きたいなっていう時はボリュームをもちろん上げてもいいんですけれども、そうするとやっぱり今度また下げる必要が当然当たり前ですけどあるんですね。なのでその時はパッとトラフィックインフォメーションボタンを押して、トラフィックインフォメーションボタンに登録しているイーグル A10810MHz の AFN を聞くと、でまたいらなくなったらポンとトラフィックインフォメーションをもう一回押すと普通のチャンネル登録の方に戻るっていうことで、そういうふうなちょっと使い分けをして聞きたい曲の時だけそっちにするみたいな、割とですね、AM ラジオには効果的ですね。 FM は私普段聞かないので、もともとビラ版には FM ラジオはついてなかったんで、もう FM 聞かない体になってて、それで AFN というか AM ラジオについては非常にこのボタンは効果的かなというので今日ちょっとお知らせいたしました。ということでちょっとしたソニカの小技でした。まだまだハンドル周りとか他の機能的な部分というのは見つけきれてないので、いろいろ探していきたいと思います。皆さんも何かご存知の小技がありましたらぜひコメント欄で教えてくださいね。共有したいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。ということでお疲れ様でした。明日は土曜日、お休みの方はゆっくり体休めてくださいね。私は仕事なので今日またゆっくりしてから明日仕事頑張りたいと思います。それではキープディスタンス、滝野チャンネルの滝野でした。お疲れ様です。バイバイ。